常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、 Thanks ボタンでご支援ください、よろしくお願いします。チャイナのねコロナ感染が急拡大しているということで、これ経済への影響も相当なもんじゃねえかと、まだどれぐらい影響出るかっていうのは分かってないんですけれども、状況がねかなりすごいので、これねもうすでに公開情報で、ね、もう皆さんお分かりですよね、 CG じゃないですよ、ガチで出てますので、まずはね NHK からね、日本天候報道協会したっけ忘れましたけど、 NHK からのね報道からお届けしたいんですけれども、こんなタイトルついてます。中国新型コロナ感染急拡大、宅配サービスなど市民生活に影響ということで、中国では感染が急拡大していて、日本人が最も多く暮らす上海でも感染拡大の影響で宅配サービスに遅れが出るなど市民生活に影響が及んでいると。例のね白紙革命以来ね、ビビってですね習近平がもう全部撤廃すると、ロックダウンのね方針撤廃してフリーにしたらですね、一気に感染が増えてしまって大変なことになっていると。チャイナのメディアによるとですね、河南省や山東省などでは公務員が感染するケースも相次いでいて、地元政府が行政窓口を閉鎖してオンライン手続きをするように呼びかけている。さらにですね、四川省の成都ではですね、記者会見でね、市内に300箇所の発熱外来を設け、最も多い時で1日に4万2000人が診察を受けたということで、これすごいですね。デルタ株が流行った時ね、チャイナの外交官がね、インドでほらデルタ株で亡くなった方を仮装にしてるね写真がねいっぱい出てましたけど、そういうのとね、あとチャイナが人工衛星打ち上げてド派手にやってる、この違いを見てくださいみたいな感じで自慢してたんですけど、今もうインドを笑えない状態になってると。逆にインドがですね水際対策を強化しているというですねニュースも入っております。中国や日本などで感染者が増加していることを受けてですね、インドは水際対策を強化することを決め、国際線で入国した乗客のうち 2% を無作為で選んで PCR 検査を行う方針を始めましたということです。今のところインドで大きな感染拡大起きてないんですが、インドでは経過していると。日本も増えてるから日本の人もやるらしいんですけどね。水際対策がどれぐらい効くかってことはね、もう皆さん私が言うまでもなくねお分かりだとは思います。一応検査するみたいですけどね。実際にねこれちょっとある方から、チャイナのね支局にお勤めだったマスコミの方から聞いたんですけど、私の知り合いとかでね、チャイナ本土にいるやつが一応ね渡航制限やった後もバンバン入ってたと、どうやって来たのって言ったら、いや大三国っていうなら余裕で入りますよって感じでみんな言ってたんで、言ったでしょ、やっぱ鎖国以外はねあんまりこれやっても意味ないし、鎖国やってもさ、まあ岸氏がね発足当時鎖国やって、お前いつ解除すんだとか言って散々叩かれましたけど、結局鎖国やってもあんま聞きませんでしたよね。そういうもんなんですよ、なかなかね厳しいんです。でもあのインドがこういうね渡航制限始めましたということです。さらにねロイターの記事なんですけども、中国の新型コロナ死者1日あたり5000人以上、イギリス調査会社が試算ということで、またすげえ数字が出てきたなと。エアフィニティというですねイギリスの医療関連調査会社がですね試算を示したんですけれども、チャイナが公表しているね死者のデータをはるかに上回る1日あたり5000人以上という結果が出ましたと。これはですね地域データに基づくモデリングを用いて試算したもので、1日あたりの感染者数はなんとですね100万人以上という風になりました。まあチャイナは今ねこれデータを取ることをもうやめてしまいましたんで、感染の実態っていうのは把握できないんですが、こういう状況になってる。これは宅配も止まるしさ、窓口もそら閉まるわなっていう感じですね。これ事実ならね、一応そういう調査結果ね、シミュレーションした結果もそういうの出ましたということです。これすごいよね。西浦先生も真っ青という感じでね、日本も40万人ぐらい行くみたいな、ね、話ありましたけれども、チャイナは今だから1日あたり5000人ですから。ってことは、80日、約3ヶ月で本当に40万人。いっちゃいますよね、これね。2日で1万人ですからね。ということは40万人だったらね、西が8ですから、80日ぐらいで40万人本当になくなってしまうかもしれないということで、大変なことになっていると。さらにですね、アメリカがですね、チャイナ人口多いので、ウイルスの変異がまた出てくるのではないかということで、警戒をしているというニュースがですね、これ、ブルームバーグの方から出てます。まあ、これは一般的にも言われてますよね。人間の体の中でやっぱりウイルスって変化するので、感染者数が増えるとね、またそのコピーのエラーがですね、起こりやすくなって、そこから変なの出てくる可能性があるということで、武漢から出てきたやつはまた武漢に帰って、パワーアップしてね、ある意味、ブラスターかマグネットコーティングわかんないけど、して、また世界にばらまかれる可能性があるということで、ってとこですけども、この記事によるとね、アメリカは中国での新型コロナウイルス感染急拡大でウイルスに新たな変異が生じる可能性を懸念している。中国は流行を封じ込めてきたゼロコロナ政策の緩和の影響に引き続き取り組んでいる。プライス報道官ね、アメリカ国務省は19日の記者会見でこのように言いました。中国の現在の感染状況に関して対策が講じられるように望む。ウイルスが野放し状態で拡散する場合、変異が生じてあらゆる地域の人々への脅威になり得ることは分かっているというふうに述べましたということでね。でもチャイナは元々ね初動でも間違
違えたしさ、今回もね、習近平の命令一家ね、やれって言ったらみんなやるし、やめろって言ったらみんなやめちゃうわけですよ。さらにこれ福島香織さんがね、今日メルマガで言ってたんで、ぜひね皆さん福島さんの有料メルマガ面白いんでね、撮ってください。ちょこっとね面白い情報あったんで、ちょっとだけね有料なんであれですけど、まあこれ公開情報だからいいと思うんですけど、チャイナってね、風邪薬に入っているイブプロフェンがすぐに効くみたいな感じで宣伝やってるんですか。イブプロフェンの世界最大の生産国だそうです。チャイナは500社ぐらいイブプロフェン作ってる会社があるらしいんですけど、今回チャイナで風邪薬が足らねえつって今大騒ぎになってるんでしょ。これなんかちょっとおかしいと思いますね。イブプロフェン世界最大の製造国なのにさ、なんで風邪薬足んねえのって話なんですけど、なんかね、習近平が命令しないとみんな何もやんないんだって。基本的に。詳しくはぜひ、福島さんのメルマガ読んでね、撮ってね、よかったらね、下にもじゃあちょっと URL つけときますけど、ということでね、習近平がやれって言わないとやんないの。だから、何も言わないと何もしないんですよ。ロックダウン解除したらさ、そら風邪薬とか解熱剤とかね、足んなくなんだろうなってのは誰でも想像できることなんですけど、習近平がそれを忘れてて、あいもう製造たくさんやってくださいと、今までの3倍作ってとか言って、命令出さないと、誰も何もやんないらしいんですよ。やった方がいいだろうなと思って、習近平様やっときましたとか言ったら、てめえ勝手にやりやがってみたいな感じで粛清されちゃうんだ。なのでみんなサボタージュっていうか、言われるまで何もしない、あーさすが習近平様よくお気づきでみたいな感じでやらないと大変なことになっちゃうんで、これってさ、やっぱりすごいこの社会の停滞というかですね、経済の停滞マネックでしょ。だからそういう強権的なですね、共同富裕かなんか知りませんけど、社会主義的なこのね経済政策を運営するとですね、結局チャイナの経済ってのはただでさえねキャッチアップ型が終わって今低成長になりつつあるところを、さらにその社会主義的な経済政策によってぐっとこう成長のねフロンティアを縮小してしまうと。その上でね、さらにこのゼロコロナやってたんで、もっとそれはひでえだろうって言ってたんですけど、じゃあゼロコロナ解除したら今度は感染増えちゃって、ゼロコロナと何が違うのっていうぐらいの今ダメージを受けていると、そんな流れなんですよね。だからそのイブプロフェン1個取ってもですね、言われなきゃやらねえと、言われないでやったら大変なことになるっていうことみんな分かってるんで、だからもっと自由にやったらいいんですけど、それで経済の自由拡大しちゃうとさ、また政治の自由も拡大して白紙革命みたいなこと起こるでしょ。嫌なんですよね。だからそういうね、権威主義国家においてね、上に政策があれば下に対策ありと言われますが、まさにその下の対策の悪影響でですね、経済自体が今停滞しつつあるということなんですよね。それに関連してね、かつてねチャイナをもてはやしていた人が多かったじゃないですか。テレビ朝日の玉川徹さんをはじめね、検査をして隔離をしてとか言ってた人、全部チャイナのロックダウンを来賛してた人ですけど、結局このチャイナ式のね封じ込め策というのは長期的には維持不可能だったっていう結論ですよね。今でもロックダウンやってたらよかったじゃないかって言うんですけど、それはもう人々の限界も超えてて、革命起こりそうだったから習近平も焦って撤回せざるを得なかったと。やっぱりある程度社会を開きながらね、ワクチン打ってですね、徐々にこの病気に対してね慣れていくって言ったらあれですけど、体制をね作っていく、集団免疫まではちょっとまだ程遠いかもしれないですけど、ある程度感染が出てもですね、重症化率を下げて死亡率を下げて、普通のねインフルエンザ並みの病気に徐々にこうみんな慣れてね、そういう風に変えていくっていうことが必要だとは思うんですよ。そういう風にしていこうっていう風に政府も言ってますからね。別にこれ俺の意見じゃないからね、俺が医療的な意見言ってるわけじゃないですよ。政府がそういう方針でやってるので、西側の国っては全部そういう方針でやってるじゃないですか。それを解説するとそういう感じになるんですけれども、そういうですねチャイナを評価していた頃ね、チャイナすごいと、やっぱりその民主主義の国では貿易体制ダメなんじゃないかって言ってた人々、完全にこれダメになっちゃったわけですよね。チャイナが失敗して、ダイヤモンドオンラインにねこんな記事が出てます。中国で今低評価だった日本のコロナ対策の評価が高まる理由ということで、チャイナも日本のこと超バカにしてたわけですよ。プロパガンダして、日本なんか見てみるとこんなに感染増えてる、チャイナもね人権がないから皆さんこういう風にね共産党が安全守れるんですぐらいの感じでアピールして、最初はね人々も納得してたんですけれども、やっぱりこの政策がですね長期的には維持不可能だったということが今明白になってですね、チャイナの中で日本のコロナ対策の評価が上がっているというですね、皮肉な現象が起こっているわけですね。それは大富豪も日本に逃げてくるわなっていう話ですね。この記事によるとですね、王政さんという方ね、日中福祉プランニングというところの代表の方なんですが、この方曰くですね、今ね中国で日本のコロナ対策について改めて評価と関心が高まっているということです。自由を手に入れてねわーっと盛り上がったんですけど、感染チャイナのやり方が正しいと思っていたのに、実はですね日本の方が良かったと。当時ね日本や欧米諸国が感染防止と経済活動のバランスに頭を抱えている姿を、中国は政府は寝そべって国民を見捨てている、我々の宿題を丸写しにさえできないのだとバカにしてたわけですよね、上から目線でね。アメリカは高齢者を見殺しにした、日本の第7波は医療崩壊地獄などというね報道もなんかどっかテレビ朝日みたいですね、こういうことやりまくっていたわけですよ。ところがねここへ来てね一気に規制緩和して、今回のようなね感染爆発になってですね、改めて日本へのね関心が集まっていると。今中国で改めて注目され関心が高まっているのは日本のコロナ対策だ、日本はどうやって対策しているのという関心が急に高まり、日本のコロナ対策を紹介する中国語の記事
にアクセス数が急上昇していると。自由主義である日本は中国政府の言うように厳しいコロナ対策ができない。その中で自由と感染予防のバランスを考えながら政府も国民も苦労しながらコロナ対策を実施してきた北京在住の大学教員の友人は次のように語ったということでね、我々は当時日本のコロナ対策はぬるい、事実上の放棄だなどと言っていた。しかし実際には日本は経済活動を中止せず国民には自由があり、その間国が緊急ベッドの確保や医療設備の増加など医療崩壊しないよういろいろ措置を取っていた。しかし同じ3年間で中国が何をしたかといえば、ひたすらロックダウンや街ぐるみで数千万人もの PCR 検査を行うことに財力や人力を費やしてきた。もしこれらの予算で医療資源を充実させたり医薬品を開発していたら今の状況にはならなかったと思う。結局準備が全くできていないのに政策転換したこと、しかも段階的でなく一気に転換したことが大きな問題だということだろうというふうに言っていてですね、今更ながらですけれども、正義は勝つじゃないけどさ、長期的に維持可能な政策かどうかっていうのはやっぱ時間経ってみないと分かんないですからね。これをチャイナの人民の皆さんも今実感しているということでね、結局ね共産主義の国ではなかなかこういう発想難しいんですよ。自由をいくらでも制限できるのね、短期的にうまくいく政策をボンと取るっていうのはこれはね当然ねやりやすいですからやっちゃうんです、やっちゃうんですけど、それが効いてる間にですね長期的にうまくいく政策にうまく転換していかないといけないんですよね。緊急措置とですね長期のね維持管理措置ってやっぱ違う政策を取らなければいけないと。ティンバーゲンの定理じゃないですけどね、一つの政策目標に対してはですね一つの政策を割り当てなきゃいけない。短期政策で長期もできるかっていうとそういうことじゃないんです。長期的にはやっぱ維持不可能だったというオチですからね、その辺もぜひね考えていただいてですね、今後ねチャイナはね日本に見習った方がいいんじゃねえかなと。長期的な政策では日本の方が先輩ですからね、日本の政策をね大いに勉強されたらいかがですか習近平様ということで終わりにしたいと思います。ということで今日の内容面白かったらぜひですね高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。